兄弟で映画を見ていたら丸々なシーンが。その時二人が取った行動は。何か面白い番組でもやってないかな。ぼっちぼっち。あ、今日の洋画劇場、友達がおすすめしてた映画だ。でも超濃厚なラブシーンがあるって言ってたっけ。家で見るのはちょっと。映画見てるとこ浅村くんに見られたら気まずいし。あ、でも好きな俳優さんが出てる。ちょっとだけ冒頭ぐらいは。あ、綾瀬さん何見てたの。け、陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。これはまあただの映画だけど。いや、まあそれはわかるけど。お、これ俺も見たかったやつだ。せっかくだから一緒に見てもいい？隣ちょっと失礼。流されちゃった。今すぐ席を立つとさすがに感じ悪いよね。どうにかタイミングを見計らってこの場から逃げ出さないと。主演のこの俳優さんいいよね。好きなんだ俺。え？ああ、うん、私も好きだよ。いい演技するよね。だよね。この俳優さんが助演賞を取った作品は見た？最近公開されたやつ。うん、見た。サスペンスのでしょ。あれも面白かったね。代表作になるかもね。そうそう、この俳優さんといえば。しまった、意外に趣味が近くてつい話し込んじゃった。このままじゃ浅村くんと一緒にラブシーン見る羽目になっちゃう。綾瀬さん、なんだかそわそわしてるけど気になることでもあるの？ううん、見入ってただけ。うん、決めた。次の CM で部屋に逃げよう。あ、CM だ。今のうちにちょっとトイレに行ってこようかな。もう間が悪いにも程がある。いそのこともう部屋に戻っちゃおうかな。でも浅村くんが戻ってきた時に私がここにいないのも不自然だよね。ふう、お、ちょうど CM 終わったか。ああ、もう戻ってきちゃった。こうなったら。あ、スマホにメール。用事ができたから部屋戻ってるね。そう、もうすぐいいとこっぽいよ。うん、でも急ぎの用事だから。あ、やば、座りっぱなしで足が。おっと、大丈夫？綾瀬さん、急にふらついたけど。え、あ、大丈夫、足しびれてバランス崩しただけだから。それじゃあ先に部屋戻るね。さっきはありがとう。おう、どういたしまして。不可抗力とはいえ綾瀬さんを抱き留めてしまった。なんかふわっといい香りがしたな。って、いかいか、映画に集中だ。さてこの後の展開は。はあ、なんとかラブシーン始まる前に脱出できたけど、なんでだろう。ラブシーンを一緒に見ちゃうことよりドキドキしてる気がする。さっきのふらつきといい、風邪かな。見てくれてありがとう。チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくね。昨日の映画なんだけどね、あの後俺居眠りしちゃってさ、もう全然続き思い出せなくて。いやー、参った参った。聞かれてないのに喋ってる。ラブシーン見たのごまかしたいんだね。